さあ、皆さんね、今日は、あ、まずは、えー、論文本試験、お疲れ様でした。はい。えー、まあ、私もね、思い出しますね、論文本試験。あの、私の頃はね、一週間がかりだったんですよ。ね、皆様の、あれでしょ選択科目のある人は、あと三週間後にね、あると思うんですが。あの、選択科目のない人は、もうこれで終わりと。ね、えー、私の頃はね、一週間終わったんですよ。あの、まずね、七科目あったしね。 あのほら「得と「実」がまず分かれてて「条約」っていう科目もあったし、ね、それからの選択科目が3つあったしねでこれはあの時間割でねあのない日とある日があるんですよ、ね。だから結局1週間ぐらいにわたってスケジュールが、ね、拘束されるという非常にですね今はあの1日終わるんでね、まあ、そ,のその点は皆さん恵まれてはいるんですがとはいえですね あの競争試験であることには変わりないと。で約四分の一二十五パーセント。これはもうほぼ毎年変わらない。ね、偏差値五十四。ね。あのー、まあ全部、あの、だから二百十六点取ればいいわけですよ。ね。二百十六点取って一科目でも。あのー、なんだ九十。特実だと九十三以下。ああ、意匠商標だと。五十三点、あ、違う、四十六点以下。ね。これを一個でも取るとアウトになるというね。 そういうい感じですよねはいじゃあ、皆さんあの、令和元年、ね、この令和元年という響きはね、なんかこう厳かな雰囲気があります。はいじゃあ、早速見ていきましょう。ええ、まずあの、全体的な感想をね、特日、まあ、私、ほら、特日が担当なんで、特日の観光、パッと見、あんま難しくないなと、パッと見ですよ、パッと見ですからね、ところがどっこいっていうところがあるんで。 はいじゃあ、例によってですねあのー、また蛍光ペンでねやっていきますがまず、あのー、いっぱいですね発明があるんですよ。うん、まずね、発明がラ a ジ a というやつ、えー、あの形状 A からなるねちょっと皆さんね面倒くさいんですけどちょっと色分けするわねだって4つぐらいなんか発明があるもんじゃけなそれでよあのなんで B, B のタイヤを有する発明 B ですか。 あこれはあの一応小文字大文字で一致させとるんやなはいで今度はああのオランゲでね、あのー、はい A1 ってやつが A1A1、ね、ですねはいで最後に黄色で塗りますけど A2A2A2、はいまあ、を備える A2 みたいな、ねはい、そんな感じですで一応ね まあこういうところも見ていきますか、ここで形状 A1、A2、B は互いに同時には取ることができない形状であり、A と A1 と A2 は単一性の要件を満たす一軍の発明、単一性は満たすと、一応ね、赤のアンダーラインで引っ張っておきますか、ねえー、単一性は満たすよと、うん、おところが、あ,のあれ B、B は単一性がないんだね、こういうのはね、ちょっと否定的な青か黒のアンダーラインでね。はい また出ましたね、もう最近のトレンドですよ、ほら、これちょっと蛍光ペンの青で塗っときますかあの、また出ましたね、これはもう私もね、最近のトレンドやから、出るぞって言ってましたね、ほら、ただし、あえて仮定し論じる必要はないと、もうこれのオンパレードですよ、ええ、あの、説問2ってやつもね、ほら、ただし、あえて仮定し論じる必要はない、これはね、なんでこうなってるか知ってます 皆さんが家庭系がお好きだからですよ。で,であの家庭系がお好きなもんだから採点が大変なんですよ。だってさ家庭系であの条件付けすれば何でも正しいということになるでしょだから採点者もこれはもう勘弁してくれということでもう家庭系なしでいきましょうということにあのなってるんじゃないかなと思います。はい、それでははいっっててみましょううののの審査によってこうは特許制の範囲の記載を あのスモール A からなる自転車としたところ、うん、あこれはだめですねあの、進歩性なしだから、もう青で塗りますね、まあ、要するにスモール A とてやつはだめだなと、ちょっと青で塗らせてもらいます、29条2項で、あのー、お拒絶査定までいきましたね、あのー、拒絶理由通知じゃなくて、も拒絶査定までいっちゃいました、ねうん、だからあの私の,あのゴロ山五郎テクでいうところの、ね、拒絶査定応答パターン、これがまず予想される。ね、はい で、タイヤの形状について A1 または B とすればね A1 というのは何色で塗りましたっけ、俺。あオランゲですね。オランゲでちょっと塗りたいと思います。A1 ね。はい、それから B というのは赤ですか。まあ皆さんは、ね、別にあの俺の真似しなくてもいいんですよ。あの、もう自分の、ね、塗ったやつとかあるでしょうから。はい、で拒絶流が回避できる場合虚作侵犯請求と同時に。うん 請求の範囲をどのようにあの補正するのが妥当か、はい直接事項は赤で囲む、ね、ほら、ちょっと赤で、ね、あの問題意識を、ねえー、高めるために、まあ、こういうふうにして、ね、大握ミスを撲滅すると、はい、まさに拒絶さて応答パターンやね、はいであのまあ、問題解くときには、ねえーまあ、見出しとか、ね、メモ書きをここに残すと、17条の2、1項、4号補正と。ね、これ 審判請求時の法正やから、ねえ、あのおなじみ、ね、これはあの、の何ていうか、全審査のパターンやね、皆さん、お得意の、全審査のパターン、ね、まあ、私があの直前にやりました、これにもね、載ってますよ、ほら、だからね、やっぱりこういうね、まあ、私以外にもあのいろんな先生がやってたと思うんですが、やっぱりね、こういうのはね、出るべきですよ、ね、で私も、ね、ほら、まさにね、ほら、全審査ね、ちゃんと予想問題、ほら、品質度 A で出しますから。 ね、でこうやってねあのフローチャートもねちゃんと書いてますねということで,、はいでえー、あの妥当な法制は度減すればいいとかいとでね皆さんもご存じの通りこの17条のあ第1項4号法制については客体適用権が17条の2の3456が要求されるわけですね、えー、あのフルバージョンで要求されるわけです。だからこれを全部満たすような 補正はどうかというと、もうこれですよね、ちょっといいですか、大雑把にメモ書きしておきますよ、はい、今、スモール A1 なわけですよ。で、これが進歩性なしで拒絶されたわけですから、これをですね、海外年的減縮ということで、もうスモール A1 にするしかないんですよ、ね、だから逆に、いいですか、これちょっと青ペンの方で書きますけどね、ダメな補正だからね、これはどうかというと、ほら、A プラス B にして、あ、A から B にしてしまうと、 これはダメですよ、ね、まずあのほら、えー、単一性もないしね、うん、それからあのあれになっちゃうわあ誤行違反、えー、あのいわゆる限定的厳粛とかあ削除とかね明瞭でない記載の釈明とかあるじゃないですかもうどれにも該当しないですよ。えー、ということで、えー、っとあのこの海外年的厳粛である A1 にするとこれがあの正解だなと。 いうことになるわけです、ね、だからちょっとオレンジで塗っておきますわねこれが正解とはいじゃあですね次にあの括弧に X は著作審判請求と同時に特許請求の入りについて補正を行い、えー、特許査定が来たとなるほどということはあの多分まあ括弧一の補正をしたんでしょうねはいだからちょっとオランゲで塗っておきますわスモール A1 で多分うまくいったんでしょうねはい で皆さんね、あのー、これね、一言もこう書いてないところがなかなか憎い演出なんですが、この17条の2、1項4号法制がされちょるということはですよ、この、えー、いいですか、めでたしめでたしの特許査定ですね、これは、の言葉を補うならば、全審査におけるですよね、はいちょっとメモしておきます。全審審査査ノーマルななじゃなくて うん、162条におけるですよねまずこれに気づかねえかんですわええー、ねだからねまあ私もねいいですかちょっとこれねあのー、私ももし受験生だったらね答案構成の段階では失敗しましたっていうのはおおんだこれ特許査定後の分割ちじゃないかとほらここにメモ書きしてるね。 あなんだ簡単では44条1項2項分割だともうおけもんやとねところがこれ全審査なんですよなのでほら担当みたいな問題です全審査で特許査定を受けていますのでノーマルな審査ではなく44条1項括弧書き44条1項2項括弧書きで分割できません皆さんねあのこれあれですよ論文よりなんか担当で出そうなねそんな問題ですねこれ44条1項2項ねちょっと私もね ごめんななさいいねね何も塗塗ってないから今塗りますわ44、ね、<laughs> 条1項2項のところにほらこの括弧0 3条2項において順用する51条の規定による特許すべき旨の査定160条1項これは今日は、ね、関係ないけどねされた特許さんについての、えー、特許すべき旨の査定を除くこれだどうでですす大丈夫ですかまず私合否のポイントその1と見ますここは。えー まずねこの問題1の山場はここだと思いますね書いてみますよね合否のポイントどう大丈夫皆さんでもね大丈夫よあっちゃーと思ってる人いると思うんですよ大丈夫だよな。特実は幸いなことにね問題2との合計点で判断されますからね <laughs> ここで失敗しても次で挽回できればいいよねあの2で割ってね54以上いけば大丈夫なんだからはいじゃあ次いきますはい じゃあ次、ね、おおこれね、あの最近あれだよね、問題1の中でもなんかストーリーがもう完全に分かれてるみたいな問題が、ここ、2、3年連続で出てます、ね29、30で今年と、3年連続でこのパターンです。はいで、これはですね、ちょっと私もあのメモ書きしているように、国内国際パターン、出ましたね、これね、うん、私もあの最後のねサルベージファイナルで、最後の回でね、あ,のあらゆるパターンやったんですよ。 国内国際国内国内国際,国際国際国際国内、ね、でも残念なことに一つしか出ませんでしたけど、ねまあ、あの万全の体制で臨んだわけですが結局国内国際でしょ、はい、だからもうあれですよ一番答えてあちょっとごめんなさい説問2が簡単なので、ね、これあれですよ皆さんほら42条1項でみなし取り下げですねおなじみのあんまり難しくないですよこれええ、でこれねあ,のあれです実は。 平成23年の学問あ私メモしますよここにほら平成23年の特実1の説問2ええ、ね、これあの皆さんね俺の普段の授業出てないとあの先生今更言われてもありがたくも何ともないわって言われると思うけどあの過去問やるんだったら平成23年24年やっときなさいと言ってたんですよまさにね 過去問やるんだったら平成23年、24年当たりが危ないよともちろん最近の、ね、傾向になれる必要があるから28、29、30も危ないんだけど内容的には23、24が危ないよとまさにそうじゃんもうどんずばりですよ。ね、で、はい、今度はこれこれちょっとねあのなかなかおもしい問題です今まで見たことがない問題、はい、これ斬新です。 意、えー、の権利化を外国だ X のみにおいて進めるための特許協力条約における手続き用の選択肢として国際図鑑 B に基づいてどのようなし手段を取りうるか特許協力条約の規定に言及しつつ簡潔に求めようと、はいでねまあ、私もあのほらメモ書きしてるじゃないですかもうこれが答えです、はい、あ要はね、あれですよいつも、ねあのー、国内公手続き聞いてるじゃん。ね あの書手本ってやつあ今回はね日本語特許さんでしたっけまあいいわとりあえずよくあのこの問題出るよねあの書手本国内移行手続きのえ書手本おなじみねっいやよの4とかいやよの5とか、まあ、審査請求のいやよの17とかねその辺をよくあの書かせる問題出るじゃないですかもう2回も3回も4回も出てるでおそらく試験員ももうね空きが来てるんですよ、ね、もうこんなの出してもみんな正解するからって言って 逆バージョン出してきました。これの内外バージョン出してきましたね。あの初です。いつも外来バージョンなんだけど、あの書店本の内外バージョンを出してきました。だから、あの特許の条文ではありません。はい、pct22 条ですね。だからこれ書けばオッケーですよ。ええ。だから、あの書店本の内外バージョンは？pct22 条ね。 でちょっと私、メモしてませんけど、まあ、大概あの、ね、外来の手続きやったら審査に継続するためにあの審査請求も欠かせる問題が多いじゃないですか。あれの内外バージョンということで、まあ、PCT23 条も上げといた方がいいかなと、ね、ちょっとこ取りうる措置なんで、取りうるだから、取りうるやつは書いた方がいいよね、ちょっと三輪さん、あ,のあんまり PCT に馴染んでないかもしれないからね、ちょっと見ていいですか、私も見ますわ、PCT23 条ね。 はい、そうすると、ですね、えーまあ、あのどっちの方でいきましょうか、あ明示の請求だから、括弧2の方これを上げておきます、23条括弧2ですね、括弧1はほらあの、国内処理基準時までは何もするなみたいな規定だから、これはそっちじゃないですよね、だから括弧2を上げておくと、これでもう、あのもう十分です。はいということで、どうでしょう。だから あの去年はね PLT13 乗かっこ2が出ましたけどなんかそれに相当するような感じですよねええー、PLT じゃなかったけどね、うん、ちょっと圧倒努力的な要素はここだったかなと思いますね、えー、だからねここはねあのなかなかね、あのー、まあ地点が効いた問題を出したなとね、えー、そう思いますねはいということで問題はこんな感じで私はねやっぱここが合否のポイントだと思いますわねここに気づかなかった人も多いんじゃない ね、そのままやった44条1項2項分割やわと、ね、ここを試験員がどう、まあ、判断するか原点大減点にするか地来原にするか無視してくれるのかね、まあ、それによると思いますはいあのー、じゃあ問題,問題2にいきましょうはいあ皆さんあれだっけあの答案構成のも,もらってんだね うん、じゃあ,あの、俺が今言ったようなことはもう、込みですよ、おそらく。ね。まあ、それ、見てください。はい。じゃあ、今度はね、問題に行ってみますわ。ええー、これはね、まあ、例によって私はいいやつと悪いやつに分けますからね、あのこれは普通にいいやつって感じですわね。ピンクで塗っていいですか。これはい、e、いが、AB を有する美容玩具である、えー、特許権 P の特許権である。俺はこれをね、見た途端に、出た美肌ローラー事件と決め打ちしたんですよ。美容器具だから。 出た美肌ローラー事件全然出てなかったね <laughs>、えー、去年の12月18日に出た知財交際美肌ローラー事件ついに出たとねやった的中したと思ったら全然それはねあの出てませんでしたはいで当該特許にかかる明細書は、えー、従来技術ある A を有する美容器具に構成要件 B を加えることにより高周波振動によって結構よく促進させるという課題あ出ました課題解決おどうだよえー、っとね A に B を加えることによりあの A に B を加えるあだからねこういうことですいいかちょっと青か黒なんだないんで塗ってくれよはいこのね A というやつは従来技術なんだよパッとしないんだよこれなあ A はパッとしないんです、A、でこの、R、構成要件 B を加えるコツによりと、A、これがパッとするわけですよ A ですからねちょっとあのピンクで塗りますよ、ね、課題解決 ね、B によって課題解決、課題解決手段、もうなんとなく101条2号書かせたいのかなみたいなね、えー、もうこの時点で予想されます。はい、で、あの時系列ですけど、はいえー、P はね、あの29年の3月1日に特許算され、えー、あの平成30年の2月1日に特許権設定登録されて、現在に至ると。あ俺俺まったあの俺ね あのちゃんとあの時系列書いたのがあったんだけど、まあいいわ、すぐできるよ。うん、今書くね。はい、じゃあもうここでいいじゃん、ここで。うん、ここに書いちゃおう。な、こういう感じでね、こうがいますと。うん、それで、えー、っとあの、平成29年3月1日ね。平成29、3月1日。まあ出とかでいいよ、もうね、適当で、出。はい。それで、あの、何ね平成30年の、はい。平成30年。 2月1日2月1日に「と」ねもうカタカナの「と」でいいわねで「おつ」がねで「おつ」あれですよほらあのもうちょっとね早うからやっちょるわけですよねということはいいやつやねこれ悪いやつやねえわああほらしかも知らずにやからこれはもうキーレンジャーだねカレーの好きなキーレンジャーですよねはいであのー、まあこんな感じでね反映させてみますよ時系列ね つ、はい、はね、あの29年1月31日やからこの辺はね、ほら、平成29、1月31日、まあ、戦士用とか書いとけばいいよ、戦士用、ね、うんうん、戦士で、どっちやろう、準備これ、準備っぽいね、なんか工場建設とか言ってるから、準備でいいわ、あただね、あの準備はあれよあのあの、決め移るなよあの、出たウォーキングビーム事件。 えー、ゴロテク出ました、えー、即時客観忍耐表出ましたね、はい、ゴロテク登場です、それでですね、で次に、あの29年4月1日、はい、この辺平成29年、ね、4月1日に何年、製造販売、本格的にね、だからこれはあのいわゆる実施の事業というやつやな、あ製造販売ね、これはでも、あの先士用じゃないわ。 ね、これは出願後やからね、まあ、準備が先週になってるからいいんですよ準備がもう出願前になっちゃるけはいじゃああのあそれで平成30年はい平成30年3月の1日にう、あのー、あれ差し止め請求ですかこれ損売はしないねはい差で言えば差差し止めの差ねこんな感じでもう時系列もシンプル ねはい、で、あの、オツはね、もうこれ見事なまでに戦士用だわ。ああ、これはもうラッキー。はい。ということで、もう戦士用がもう見え見えな問題。だから持ってけ泥棒サービス問題だね、これ。はい。で、こうは、ピンクです。原告から、原告、こうが主語じゃけんね。オツに対し、特許権、P のングに基づき、X の製造販売小売ティーを差し上請求は平成30年3月1日に、に <laughs>、えー、提起しました。はい。で、この場合、はい、この場合。で、 これね、主人公はオツですから、はい、オツは差し止め請求訴訟において、えー、特許上、土下座な主張ができるのか、ね、理由とともにやから、まあ、結論理由型でもいいしあのなんだ否認公弁でもいいし、ねうんまあ、いいと思うよ、はい、で直きは、ね、あれだよあの向こうの公弁書くやつがおるからそれは出せないよと間接的に言ってます。これねほら X はあの公開されていなかったと。ね、だから向こうの公弁とは書きなさんだよ、この問題でね。ねということで、もういいよね、戦勝です。で即時客観認退表です。即時実施の意図は,、えー、は客観的に認定された程度において表明されていることね。ねこれがポイントだと思います。はい、でちなみにあの発明の範囲は論点じゃありません。なぜならば、これはドンズバリだから。ほら、見てくれ。ドンズバリですよ。ドン子にしてなくて、ドンズバリ。ね、だから、これはもう。 あの発明の範囲のところは議論しなくていいね、もうこれは。議判に完全に属してますから。えー、そうでしょはいということで次、蒸、え、気、ー、差し止め請求訴訟の定期後、O2 は P の特許者前に、反、え、布、ー、された観光物、えー、アルファベートを発見した。うん でオツはコールヒー・請求率として P の特許無効審判を請求しその審判請求書において E は特許そ前に当業者がアルファに記載された論に基づいて容易に発明することができたものである旨主張したとなるほどえこれはですね、えー、っとまず青で塗りましょうかねあの無効流のことを言っちゃるもんだからね無効流のイメージマイナスイメージですからね青で塗ると。 で上級審判請求書の副本が高に、えー、送達されたと、うん、O2 はあ審判請求書に E いいが、観光物ベータに記載された刃に基づいて、投票者が容易に発明することができたものである旨のあ主張を記載することを失念したことに気づいた、ね、忘れちゃったと、うん、これはあれだね、ちょっと、あのー、証,拠証拠が足りないって感じなのかな、ね、だからね、ちょっと紫ムラムラで塗るからね。 皆さんもねもう試験を終えてムラムラ来てるでしょうからね紫で塗りたいと思いますはいでこの場合「おツはですね、えー、上記審判において、えー、審判請求書を補正してですね無効う流として発明いいわベータに記載された,たら発明派に基づいて投業者より発明することはできたものではな旨の書を追加するコツができるかはいこれはねまあ何ていうかあのー、まあ分かると思うね、えー、131条の2ですわね 131条の2なんですよ、これ。えー、はいということでね、これもまあ私、あの最後の悪空きってやつで的中してるんですが、ちょっと見せてくださいね、あのー、これのですね、まああ,のーえーあそう、これ、これ、動かぬ証拠で私、二重丸つけてますよ、ほら、ね、ただ、A ランカーはほかにもつけてるんですが、その中でもこれ出るぞと嘘なしで、もう痕跡をそのまま、当時のまま残します、ね、えまさに出たいでしょ、そして今回ですね、 これあのほら失念した、ねこれ、口述試験でのアドバイスみたいな感じですね、口述試験でね、なんかあの聞かれたときにわからないときには、失念したと言ってくださいね、口、えー、述へのヒントをね、ちゃんと述べてくれてます。はいそれで、この失念したが、要は合理的な理由かっちゅうことですわ、ね、いいか、あのほら、これ、大把握見すんなよ、こうは訂正請求しちょらへんから、これはあの、二子一号はい。 これはもう大握ミス131条の2の2項1号はあの大握ミスになりますねええー、大はみになりますねいいかはいということで2号ですほ、はいそれで見てください私ね見事なまでに2号に絞って出しますよずるくないでしょ1号2号両方聞いてない今年は2号が出ると思ってましたほら2号ね でほら訂正請求やった場合と答弁をした場合と極めて特殊な外国文献のいずれかとこれ青本に書いてあるんですよ。で、いずれでもない、ね、青本の123のいずれでもない、ね、だからこれは失念したはですねあの失念レストラン清水あなんとかじゃありませんよ健太郎ではありませんからねでこれはもう本当にですね追加することはできないだからノーでいいと思います。ノー大丈夫俺ね この答案構成、全然見な,見ないで解説するんだけど大丈夫 <laughs> 合ってますなんか自分も不安になってくるんだけど、はい、これかな、これかな、大丈夫これはね、俺はあ合理的理由に当たらない、ばっちりちりばつやね。はい、えー、ということです、はい OK、ノ、no、ーです、ね、はい、ナンバーではありません、ノ、no、ーです、はい。で、カッコさん、o t は上記1の差し請求訴訟の訴状に対する答弁書において、はいい,いわ。 P のすぐ前の反復された観光物、ガンマに記載された2に基づいて、投票者が容易に発明することができたものであるから、P に基づく、この請求は理由がない。胸の主張をしたとなるほうず。これあれだね。向こうの抗弁ってやつだね、いわゆる。はい。ちゅうことで、これ、青で塗っちょくわ。うん青レンジャーでね。はい。これに対して、あのこうですからね。これ、あの原告さん、こうですから。はい。で、こうはね、ちょっといいか。 どこであの、術後はどこねを求める胸の申し立てをした、こんな感じです。を求める胸の申し立てをしたと、ねあであのー。今ねあの、塗らんかったところはね青でもいいんだけど、まあ、青か黒のアンダーラインぐらいでいいわ。要はね、おい、何を今さら出しとるんじゃそんな感じですね、これね。一言言で言うと。 何を今更出しとるんじゃ遅いだろうがみたいなそういうことを言ってます一言で言うとねはいでこの申し立ては特許法上認められるかその理由これねなかなかいい問題ですよ皆さんねなかなかいい問題じゃけんねこれねあさあそれでねいろんなね飛び道具がねありますから私ねさあ次はどんな飛び道具を用意してるのかと言いますとですね あこれだね私がやったサルベージファイナルね、えー、第1回、もう本当に直前でもう見事なまでにですね皆さんはい、まあ、出ていらっしゃる人は、ね、全然意味がないんですけどほら、嘘なしで140の3第2項出しますの、ね、第2項出しますよでしかもね私はねあれが出ると思ってたんです、実は、えー、次のねオレンジで塗ってるところこれ何かというとああのー、あれですナイフ加工装置事件、ね、これが出るかと思ってたんですよ。 ね、ほら、党案構成の、ねえー、ところにありますでしょ、実は内、ね、フ加工装置事件を私は予想してたんです。でも、そこまでの問題出なかった、ね、だからあのパッとしませんよ、簡単ですよ、これ、ね、つまり104の3の2の条文レベルが出たと、うんね、だからまあ,あの、あれと、お預けですね、内フ加工装置事件、お預けです、ね、いいですか、まあ、だからあの今後出るかもしれないよ、内フ加工装置事件ね。 まあ覚え方はね、二十歳で死ねよう、ナイフでねって言うんだけど、あのあのちょっとシャレにならないからね、あの語呂合わせだけにとどめておいてください、ねえー、ナイフだけにね、危険ですから、はいまあ、いずれ出るかもしれません、はいえー、平成20年4月24日の、ね、事件、はいまあ、そういうことです、でこれ、ねあのー、皆さん、興味があるのは、ね、それは分かったと、104の3の2なのは分かったと、あとはね、この河野市長が妥当なのかどうかですよね。 はい、私はあのまだ答案構成見てません見ないで答えますえー、っとねこれは認められないと思いますノーだと思いますえで理由はね理由はあの私はこう考えますそもそも向こうの公弁って向こう審判請求しなくてもいいんですよいわゆる条文からそれは見て取れるよあの向こう審判を請求しなくても向こうの公弁はできるって書いてるんですよ、ね、だからこれ一応向こう審判は請求してるでしょ うん、してるけど言ってないだけですよね無効審判で請求はしてるけどあのー、えっとそうですよね無効審判あこれ無効審判請求してないのかなちょっと待ってねこれは独立してるの書く問題は続き問題かなあ続きかなこれあそうだね続きほら「カッコ2」の無効審判においてだから無審判やってるんですよだからまだましじゃないですか。 マシってわかるよね。その無効審判はしてるけど言ってないっていうだけでしょ。でもジョ上盤無効審判するまでもなく言えるよって言ってんなら全然マシですよ。オーツは一応無効審判請求してやる気を見せてるぐらいだよね。だから全然あの却下される筋合いはないです。えどうしょレックのレックのちょっと見してね。あやっぱそういうのほら申し立て認めないって書いてるやんな。うんうん。まあちょっとあのレックの方がねよりなんなんていうか青本のね。 記載ぶりをあー踏襲してる感じやけどね、はい、結論合ってますさあいよいよですね、えー、最後の問4です、えー、これはね私ねあの,あのアドバイスが聞きましたねあの司法試験見てると当たるぞと、はい、今年の司法試験ねアースベルト事件ねあのアースウィンダーファイヤーじゃなくてアースベルト事件とそれからあの間接侵害の製、えー、パン機事件ね、えー 大阪の12店舗24時間営業でおなじみの製パン機事件ねあれ出たじゃないですかと思ったらちょっと違いましたね製パン機事件の逆バージョンが出ましたよ、えー、でも間接侵害なのは間接侵害はいじゃあいきますまずですねこれあの時系列は対象とないんで書きませんよえー、っとね AB を有するあの玩具をあの販売を行っちょるとこれ悪いやつやなえー ちょっっと待って平成,平成30年1月だからあ戦勝権ないねはい悪いやつ、うん、しかも好調なのを見てますから、うん、これ完全に悪いやつですよえー、でね問題はね手なんですよね、うん、で手もあのまあ悪いやつなんだけど悪いやつなんだけどちょっとねあの間接的に悪いやつって感じなんでまあ間接侵害ですから。 あまあだからねちょっとオランゲリオンで塗っとくわねはいで Z あこれねあのこれね悩ましいのここですえあの実は私もねあのこれはいまだに答えが出てませんこの部分謎ですいいですかこれがねあの何を意味しているのか俺にはねちょっとよくわからないですよえあの Z ね部品 Z は構成 B でありだから B=Z と思えばいいんですよ B 図ですねまずにねうんうんはい ビーズと覚えおも思っとけ。で海外においてはあの自動車部品として持ちられてる。海外においては自動車部品として持ちられている。海外においては自動車部品として持ちられている。すみませんね、小所氏のなんとか先生みたいな感じになっちゃってね。はい。なお、A、えー、は、B があ構成 A および構成 B を有する美容玩具である、えー、器具 Y を製造するために Z を購入することおよび、E が項の特許集めであることを知っちょる。ほら。 この文言はまさしく101条2号じゃないか。で、この文言、もうこれは101条2号を書いてくれと言わんばかりですね。はい。で、あの、こうが主語じゃけんね、ピンクで塗りますせ。こうは手に対して、兵の部品 Z の販売をやめるよう求めたいと考えちょる。で、かくか場合に、こうが検討すべき、はいし、あの、あれ、直接事項は 攻撃検討すべき特許法の予定、ね、でこれもう101条2号が聞きたいのは山々なんだけど皆さんこういうとここそ落ち着いてまずは落ち着こうぜ、ね、まずはあれだよ直接侵害から検討しないとこれ忘れたら俺は大限定してるよねいつも、ね、直接侵害の製品忘れるなうんはいそして2番目として間接侵害なんだよ、ね、この答案構成をしっかりとね あの守った上でやろうじゃないの、ね、で直接審議はもちろんねあれよ整理しませんよ。うんうん、あの脳とかね書いとけばいいんですよ。ああ権利一体の原則からね。であの要は本命はあ,のあれ101条2号101条1号を検討した上でねで私がねちょっとさっきほら迷ってるなというのは1号を満たす可能性があるのかどうかなんですよ。えー、これがね いまだにちょっと答えが出てません。えー、っていうのはねもう本命は2号です。もう絶対に。えこれもう二十丸。これはもう100%。だってほら課題解決とか書いてるし、ね、それからあのほら海外えー、っとあごめん日本国内では入手ができないだから日本国内で広く一般に流通してないということなんですよ。もうだからどう考えてもねアート知,知っている悪意。ねはい。だから あのー、ちょっとね流れ的にはこれ「脳にした方がいいかこれはの戦略ですよあのねこれはの俺はねイエスの可能性もあると思うんですよこれね「脳にした方が流れ「脳に,、あのー、にした方が流れがよくなると思いますなぜか分かります脳にした方がが流れくなるというのは これ1号の可能性もゼロじゃないんですよなぜならばほら海外かあの他の用途はあるんですよ他の用途だけどこれ海外じゃないか海外のことまで他の用途に入れていいのかが悩みどころなんですよ俺は国内の用途じゃないとそれは他の用途と言えないんじゃないかという悩みが私の中で今ありますでもここは NO にした方が流れが良いねもう結局本命は2号なんだよな もうこれは他の用途があるのでのみではないとそして本命は2号だじゃあレック見てみましょうね俺あのレック水にやってますよまずおいいね流れ直進ではないと直進ではない直接進化だねであれはお二2号でもないほらやっぱねこれあれじゃないの戦略的に書いてるのかちょっと気付かずにもうあの結果おライで書いてるのか分かんないけどね私はそう悩んだ上でもうこの書き方でいきます ね、じゃないとほら見てくれこれもあ,のあえて仮定して論じるはどうよお得意のほら乗ってるじゃないかこれお得意の最近えなお説問に示されてない事実をあえて仮定して論じる必要はないだからね例えばこういうのは大把握ミスなんだよあ仮定形で書いたらいかんという方はもし1号に該当しないならばとほらあえて仮定して論じてるじゃんね もし一号に該当しないならばほらあえて仮定するじゃんダメですだからもう強引に「能」にした方がいいですほらわかるでしょもう知らぬが仏というか気づかぬが仏うん、えー、海外のところでちょっと悩むんだけどねそうもうそれでいこうかなと思いますね俺もねええー、どうよ皆さんちゅうことでね、えー、まあ皆さんね最後にあの今日ほらあのレッ空からなんか出とったやろう あの直前、適、えー、中論点みたいなね、当たっとったらね、まあ、特許じゃないんだけど、あの商標がね、で、俺もあのこれ、見事に当たったんで、それだけね、自慢させてください、最後の悪空きで、今日出ましたね、これ、商標法50条のほら、商標的使用対応でなくても、あの登録商標の使用といえるかどうかね、で、俺はね、こう言いますよね、授業で確かしてるよね、これ、判例がありますと、ちゃんと、ポーラ事件だっけ 判例ありますとでも皆さんあんな判例やってもどうせ覚えっこないよとだからここは一つ現場思考でいきましょうとねでほらちゃんと肯定説否定説出したでしょであの最後にどっちが妥当かという問題だったでしょであのとりあえずこ俺はね肯定説というのはあれだよ要は商標的使用対応でなくてもいいよという説ですこれほらこっちの方が気合入れて書いてるわけですよ、うん、だからもし両方説を書いてどっちが妥当かという結論を ああ言いなさいだったらやっぱ肯定説書くねこれをだからもったいぶって書けばいんだよまず条文レベルでそんなこと要求しないで軽くジャブで言いなしとくねそして最後にほら見てください我が国は権利の法的安定性からああ登録収を採用するとそうするとねそのなんていうかね、えー、その使用はしてると使用はしてるけどそれが商標的使用じゃなければダメだよだと法的安定性が害されるんですよねあの取り消されるわけだから。 そこをね、こうよりあの深みを増すためのアシストする理由付けに最後に書くね、ほら、見事に出てましたわ。ねまあ、レックトシも当たったけど、俺もね、もう見事に、これはね、もうファインプレーというか、もうこれはすごいと思います。ね、はい、まあ、そんな感じですよ、皆さん。ね、よし、じゃあ、あの、特実はそんなもんだけどよ、これで終わったわけじゃないか、皆さんね。 調子が良かった人はそのままね気分よくして解説聞けるしこれはだめだと思った人もね衣装商標で挽回する可能性は十分にあるよ。ね、まあ、その代わりちょっとこれは80点ぐらいかなっていうそれはちょっとまずいかもしれないこれはもう93点いかだわっていう人はちょっとまずいかもしれないけどね、まあ、あの意外とねあの自分ではダメと思っててもね受かってることあるんですよ。ね あの相対評価だから幸いなことにねみんなの赤信号わ渡ってればね怖くないからねそんなところです皆さんねということであのー、次は衣装ですかねはいじゃあ私の解説は終わりますどうも皆さんお疲れ様でしたはい、えー、ではあの私の方で衣装商標の解説をさせていただきます担当レクセニックス弁理士のノートミです。 えまずはあのー、お天気が悪い中皆さんお疲れ様でした一、まあ、日書いてきた後なのでお疲れかと思うんですが、まあ、簡単にですね衣装書評の、えー、解説をしていきたいと思います、えー、とまず衣装法からいきましょう衣装、えー、法はまず、まあ、問題がですね2つに、まあ、例年通り分かれていて5050 50なので、まあ、割とその分量的には両方とも同じような感じになるかと思います でまあ、例年とちょっと違うのは基本問題にまあこうね近いようなものが問題2に来ているので、まあ、問題1から多分解いている方がほとんどじゃないかなと思うんですね。で、えー、と問題1の方ですけどもまあベーシックな感じの出願留意事項ですね出願するに際しての留意事項ですから。 まあそんなに難しくなく今年の本詞はあのまあ特実もそうだったんですけどもあの全体の完成度であの勝負がつくかなと思いますねもうあの基本問題のところは多分いろいろ書いてきていてそんなに差がつかないと思いますので、まあ、割と簡単な問題だったので全体のその完成度のところがまあ問題になるかなと思っています。 ままず問題1からいきますね、えー、甲は衣装 A を創作して A について全体衣装で令和元年5月7日に衣装トルクスガンをし令和元年5月8日から衣装 A にかかる物品を販売したまた令和元年6月28日甲は衣装 A の形状に修正を加え同じ物品にかかる衣装 B を創作した衣装 B にかかる物品は2年後の販売を予定している。 また衣装 A にかかる衣装トルクスガンは令和元年6月28日の時点ではまだ登録されていないが拒絶理由はなくその後に登録されるものとするで A と B との関係を考慮して甲が、A A、衣装 B について全体章で衣装トルクスガンをするに際して注意すべき点および注意する理由について述べようと。 でまあ、問題文を読むと、まあ、こういう感じですよねまず出願 A について出願をしていてでコーチにしてでその後、えー、と修正を加えた B を捜索したとでその修正を加えた B を出願するに際しての留意事項ということなので意生法の出願留意は拒絶理由だけではなくて形態と特有事項の3点が留意事項になりますね。 でえー、と拒絶理由に関しては、まあ、2種類ですね衣装自体出願自体に備わるものとでンレベースで上がるものがあります。でンレベースは4つしか捜索法ないので3条1項2項3条のう九9条ですね。 でこっち側はまあ権利貴族の問題とか、まあ、まだあの A が出願されてなくて一緒に A も B も今から出願しますだったら7条がこっちに上がってきますけども、まあ、特にもう A は出願しちゃっているので、まあ、そこは今回いいかなと思いますから結論とととしてここっち側の留事項はなないいかないうことですねでそうするとまあン例ベース上がっていく拒絶理由ですから、まあ、私はあのいつも総当たり表というものを作って見ていくわけですけども、えーとまあ、出願時点が6月28日に捜索して そのあとということになりますからそれよりも前のものもを陰で拾っていくとそうすると、まあ、高知一生 A, A に関する出願ということで、まあ、マス目をいい、まあ、いらないものを潰していきますよね高知一生隠霊になるものだと三条一項二項なので三条の二九条はないとで出願隠霊になるものは逆に三条の二九条なのでここはないですね。で、えっと、残ったマス目を検討すると A が高知になっていて修正を加えた B を出願しています。で 物品に関しては同じ物品なんだけども携帯に関しては特に、まあ、あの分からないですね類似するかどうか分からないなので「三条一項三号」3号はありうるというぐらいですねで昼石、えー、であっても捜索用因の場合だと三条日光がありますから、まあ、この辺は断定ができないので両方残しましょうということです。 で今度は出願 A との関係でということですが3条の2は出願人同一になりますので3条に正し書きで、まあ、いずれにしてもなしですね。で9条は類似するかどうかがわからないのでもし類似したら9条1項の拒絶流があると。でそうするとそれを回避するためにじゃあどうするのかっていうことで3条1項2項に関しては4条2項ですねこれで回避できるよと。 で9条に関してはもう10条しかありませんよね10条で回避できるよというところでまず留意事項で上がってくるべきは4 2項とそして10ですすねこの2つになりますで次に、えー、と携帯ですけど留意事項3点なので、まあ、この携帯、まあ、2点目ですけども携帯も全体称っていうふうに決めつけていますから特にここはいいかなというところですね。うん で特有事項ですが特有事項っていうのは、まあ、あの例えば6条4項とか14条とか、まあ、外国人で在外者だったら衣装管理人とかそういうのが上がってきますけども今回はまあ物品とかもよくわからないので6条4項は当然ありません一方で問題文の中に2年後の販売を予定してるありますからあ14条だよねとということですねですから留意事項としては4条2項を10条をそして14条ですねこの3つが柱になってくるかなと思います。 思いますうん、で、まあ、まあ言ったらちょっと論基礎っぽい感じのレベルの問題なのであの措置をまず落とさないっていうことは大前提に今回の、ね、本社になってくるかなと思うんですねだから新総令で関連衣装で秘密衣装制度の利用ですねこの3点がまず柱としてボンボンボンと上がってきてほしいですね。 でそしてなぜそれに留意するのかっていうことの理由付けは今検討した拒絶理由に該当してしまうからとか、まあ、問題文の中で2年後の販売を予定してるからっていうことを使っていきますなのでまず新総連に関しては類似するんだったら313の拒絶由ありますよと類似しなくても捜索容易だったら3条2項ありますよとだからこれ回避するために新総連の適用をすべきなんだという着地ですねだから何もしなかったらどうなるのかという拒絶理由を理由付けで書いていくと。 でまあ、これはすべきだという書き方になってくるかなと思います。で今度は4条2項の適用を受けられるのかということですがまず、遺装登録を受ける権利を有する公の行為に禁しているということそして実際、ーチになった日から1年以内にするということそしてあとは、ここの手続きですねその旨の書面と30日以内の証明書。 この3点が、まあ、検討すべき要件になってくるので、まあ、さっきも言いましたけど簡単な問題ですからやっぱり要件の検討というところを落とさないことが今回のキーほ、まあ、他の人との,その差がつかないためのキーポイントになってくるかなと新ソ料の適用だけは上げてもおそらく合格ラインにはならないと思いますからその中身のところ理由付けと要件ここを守っていただければと思いますね。 で次に関連症制度の利用です。これも同じく理由付けのところは今のままだったら類似する場合9条1項あるよというう。ことを理由付けに持ってきましょう、うん、で特に洗顔でっていうこととで、まあ、類似っていうこととあとまあ登録されるっていうふうに書いてありますのでそうするとまあ洗顔の地当然確定しますからそのままだと「救条一個の拒絶になりますよ。なので関連が必要だよっていう着地になりますね。 で関連を受けるための要件としては当然まあ10条の要件を書いていくということになりますからちょっとこのレックの構成だとばらばら書いてありますけどまず主体要件ですね同一出願人であるということそして、えー、と時期的主体客体ですけど、まあ、客体はこの上で類似する場合って書いてありますからそれでいいと思いますねで時期は候補発行日前までにということですね。 で手続きは願書に本書の表示の欄ですねこれで特定するということでまあ、主体客体時期手続きですね全ての要件を漏らしていくということが必要になりますで最後に秘密秘書制度の利用ですけどもこれは理由付けは問題文ですね問題文のリクエストにかなうと えー、2年後の販売を予定していますから、まあ、あの秘密衣装制度を利用することによって実施時期,です、ね、実施時期と、えー、公表時期の調整を図ることができるということですね、まあ、ちょっとした趣旨を用いて書いていただくのが一番ベストかなと思います。 でえっと、秘密遺書の利用ですから、えっと、出願と同時か第1年分の登録料の納付と同時にするということで秘密請求期間を記載した書面を長官に提出すること、まあ、そういったようなところを書いていただければ、まあ、書店の手数料を納付するとかその辺まで書けてもいいかなと思いますけども、えー、書いていただければと思います。ここれがまず問題1のところですね そんなにあの複雑なものではないので、まあ、ベーシックにベーシックにこう忠実にもう普通に書いていただければこの辺は割と高得点が取れてくるんじゃないかなと思います。で次に問題2の方は、えー、産業財産権を保護する法律として、えー、特許法 えー、および商標法とは別に意匠法が存在することの意義を各法律の目的および主な特許要件登録要件の移動に言及しつつ述べた上で特許図眼から意匠登録クスへの変更が認められるか否かについておよび立体的形状の商標の商標登録クス眼から意匠登録クス眼への変更が認められるか否かについてそれぞれ理由とともに説明せようということですね。 でそうすると,、えー、と聞いてることがいろいろあるんで、まあ、それぞれに大項目を立てて答えていくっていうスタイルが一番漏れなく点数を効率的に取っていくコツかなと思います。まず一つは、まあ、こののの法律の目的のところですよねであと特許要件と登録要件そして、えー、と3つ目にこの特許から衣装への変更ですね。これ で4つ目に立体的形状の商標から、えー、と衣装登録図スらの変更が認めるかどうかですね。でまあレックの回答はそういう意味ではうんと法目的で、えー、と特許受けの移動をそして変更変更で1個多いのかな。 うん、まあ「述べた上で」っていうふうに書いてあるのでここかなこれを入れてるんですよねわざわざ、まあ、これは上のところで入れていってもいいかなと思うので大項目は4つでもいいですよねレックのように5つ上げななくてもいいいかなと思いますで、えー、と法目的の違いは、まあ、あのよく単発で意証法の法目的が出たり商標法の法目的が出たりとかするので、まあ、それをちょっとコンパクトにあの並べていただければいいと思うんですね。 で、特許と一緒は、まあ、創作法なので、創作を保護するというところは共通しますと。で、今回、移動というふうに書いてありますから、違うところだけではなくて。同じことは同じだというふうに言うのが、あの、一番いいかなと思います。で、今回、創作の観点ですよね、創作の保護というところは共通しますと。ただ、特許の保護対象というのは技術ですよね。でも、一緒の場合、物品の美的外観ということで、まあ、保護の方法が異なりますと。 で商標と衣装に関しては法目的で、えー、産業の発達っていう部分に関しては共通するんだけどもただ、えー、と対象が業務上の信用に対する衣装の場合は美的創作ですね美的外観なので保護対象が違いますよというところで、えーまあ、持ってきてますね。でまあ、実際法法目的のの違いだから、まあ、その商標,商標法にはその業務上の 事業者の,、えー、の,あの利益ですねそこのところも入ってますからそこをむしろ情報を持ってきて答えられるのが一番このタイトル的には合うのかなと私の方では思っています。で次に特許要件と登録要件の移動に関してですが、えーとまあ、同じものと違うものっていうことなんですけど創作法同士の部分に関してはやっぱり新規性の要件がありますよね。 で、えー、商標はまあ選択物でまあ競業法なのであのいわゆるその新規性の要件はないじゃないですか。だからそういうちょっとあるなしっていうところでまあちょっとレックの回答だとねこういうふうに書いてあるんですけど全くないわけじゃないんですよね共通点が例えば細かいことを言っちゃうと公序良俗違反とか両方ともあるわけだし。 だから全くないわけじゃないんでちょっとなしって言い切るのは怖いので私だったら具体的にもっとその創作法なので「特異、e、のところだと新規性の要件を求めるんだけども商標だと逆にあの古いものほど価値があるので新規性の要件はありませんよっていうような具体的なその違いってものを出していった方がうんちょっといこういう漠然として言い切ると本当なのと思っちゃうので。 うん、ちょっと言い過ぎかなっていうふうに歩くのかいと思いますね。 衣装、えっと、が存在することの意義というふうにこう、まあ、上をまとめているような感じなんですけども、まあ、特許法の目的ですよね、まあ、この,あのキーワードになるようなことを並べていますけども、まあ、条文に沿ってやっていっていただければ法,法目的とそして保護対象とですね、まあ、そういうところをまとめていただければいいので上でそのまま入れてしまってもいいんじゃないかなと思います。この3をあえててけなくてもですね で4つ目の変更のところですが特から「いい」に関しては保護対象が両方とも創作ですね創作物を保護するものなので、まあ、それをどの観点から保護するかっていう方法が違うだけで衣装で取るのか特許で取るのかって違いが出てくるだけですから保護対象としてまあ共通するのでできまますすよっていうりりになりますねで商標から衣装に関してはいくら立体商標でもそもそも保護対象があの商標の場合はその形状ではないので。 だから保護対象は違うんで変更は求められ、ま、認められませんよということを簡単に書いていただければここはいいのかなと思います。だから項目というか、まあ、あの今回の本誌であの全体的にちょっと特許で特に感じることなんですけども受験,受験生の方に何を書かせたいかということがはっきりと誘導があるんですね問題文の中に。だから特許でもその道に迷わないように何を書かせたいかということがすごくはっきりとあったじゃないですか。 で衣装とか、まあ、商標もそういう点では同じで今回もう書かせたいことをはっきりと聞いてきてますからこの項目はもうその通りに書いてでその中の,、まあ、あの記載はそんなに厚くなくてもまあ50点なので、まあ、50点分ののとところはいいくのかなと思いますだから漏れがないなんかざっくりと全体を答えるんではなくて。 コツとしてはやっぱりこうちゃんと項目に分けて一つ一つ答えていくっていうことが点数のあの取り方ですよね今回の点数の取り方なんじゃないかなと思います。ただ全体的にはおそらく問題一で差がつく問題で、あの経験則的に私の経験則的には問題二ではほとんど差がつかないかなと思ってます。うんあのもちろん白紙状態とかじゃダメですけど、うんある程度多分皆さんは保護対象のことを中心に書いてこられると思うんですよね。 保護対象が違うからあのこういう差がある保護対象が共通するから同じなんですよっていう多分理屈で持ってこられるので多分似たり寄ったりな答案になってくると思うんです問題2の方は、うん、だから、まあ、おそらく差がつく勝負は問題1の完成度、うん、ここで今年の本心意証法はあの勝負がつくかなと考えていいます難易度的には例年よりりもかなり優しいと思っています。 はい、では続いてあの商標に行きますね。商標は非常に面白い問題で、ちょっと先に問題２の方からいきます。えー、っと問題には地団でしたよね。もう今年は地団しかありえないなっていうことをね、あの山手道場なんかでも言っていましたけども、あのまあただその出し方っていうところで、うん、ちょっと面白いなと思いました。 公は AOM 県所在の法人格を有する農業協同組合である公の構成員は公が厳格な基準の下で品質管理を行ってきた AOM 県の特産品であるリンゴの販売およびその加工品であるリンゴジュースの加工販売を行っておりその際商標 AOM リンゴでこれは普通に用いられる方法で表示する文字のみからなるものを使用してきたと。 一方、他人おツが AOM 県ではあるが、県産ではあるが、上記の品質管理基準を満たしていないリンゴを原料とする菓子に、商標 AOM リンゴを使用して販売する計画を進めていることが判明した。 そこで、公は商標 AOM リンゴについて31類 AOM 県産のリンゴおよび32類 AOM 県産のリンゴを原料とするリンゴジュースを指定商品とする地域団体商標の商標トルクスガンをし商標法76条2項に規定する手数料を納付したでしかしながら公はこの地団の商標トルクスガンは7条の2第1項1項の要件を具備しない旨の拒絶流通知を受けた。 なお上記の商標トルクスガン後河野構成員が商標 AOM リンゴを使用して販売する商品はいずれも全国的に周知となった。以上の事実を踏まえ以下の問いに答えようですね、まあ、事実としてはあんまり複雑ではないんですけども、えー、この状態で、まあ、AOM は多分青森の途中で切った感じですかねあ森のね M で切ってるような感じですかねリンゴですもんね。 はいでえっ、ー、と説問1ですが、河野商標登録図に対する拒絶理由、拒絶理由の条文番号は書いてくれてます、7条の2 1項1号の要件を具備しないということを書いてくれてます、でこれはいずれの商品との関係によるものであるか、その理由とともに説明せようということで、もう聞いてることが非常にもう担当的で、ピンポイントなんですよね。 でまあ、じゃあ何ですかっていうことですが指定商品2つあるので、まあ、どっちなのっていう話なんですけどもこれ、えー、と普通に地団で出しているっていうことになりますから、まあ、AOM リンゴに対して、まあ、ジュースの部分ですよね。 りんごだともうりんごじゃないと地団は取れませんけども一致しないといけないので今回ジュースの方もあの取っていますだからりんごに対して名称はりんごなのにりんごジュースを指定しているのでまあこれは不一致であるということで7条の2 1項1号の要件満たさないということですね。まあそれを書いていただければいいのでまあそれ以上何かぐだぐだ書く必要はない問題かなと思います。で次に問題2の方です。 公は商標 AOM リンゴについて拒絶理由と関係しない指定商品について地域団体商標の商標登録を受けだから拒絶理由に関係ないものっていうのはこっちですよねでこっちが拒絶理由に該当する方ですねジュースの方がねはいだからそのリンゴの方に関しては地団で登録を受けかつ拒絶理由と関係する商品、まあジュースの方についても地域団体商標を登録ガンの,がるのここですよね 出願日を確保しつつというリクエスト出願日を確保しつつ何らかの形で商標登録を受けることを考えているとこの1と2のために公が取りうる法的措置をその要件ととも、えー、に説明せようですね。でまず今一緒になっちゃってるのでこのままだと拒絶利用が解消しない限りは全体で拒絶になっちゃいます拒絶されるのは出願だからですよね。 なので分けるっていうまず措置が必要ということで、えー、答えの一つ目としては出願の分割ですよね分割をするっていうことが、えー、回答に上がってくるかと思いますで分割をするのは、えー、ジュースの方を分割しますね、うん、普通に今まだ拒絶流を受けている段階ですから拒絶流通知に対する措置としては拒絶流があるものを分割するとそうするとないものを残すことで迅速かつ 確実に権利化ができるということで、まあ、リクエストにかないますから、えっと通常通りこれはジュースの方を分割するという措置にしていただきたいと思います。で、えっとその理由付けとしては拒絶料が解消しますよということと、まあ素顔が,が確保できますよということですね。まあ、拒絶料が解消しますよというか、原素顔の拒絶料が解消するということですね。原素顔の拒絶料があるものがなくなるということですね。 でえっと、分割室が出願人が同時であるということで指定商品の一部を分割するということで審査継続中に分割するということで、まあ、料金の納付が必要であるということですねあとは特式30条の補正ですね68条の40ではありません準、えっと、特式30条の補正が、えっと、分割の定裁を整えるための補正としては根拠条文適切になりますのでそちらを入れてください68条の40ではありません、うん で、えっと、次に、その分けただけだと、当然登録受けられないわけですよね。拒絶理由が、あの、まだあるわけですから。で、そうすると、分けたものを、じゃ、どうすればいいのかということなんです。うん、これ、地団だから、リンゴ対リンゴジュースがダメなんであって。地団ではなくて、通常の商標、ないしは、団体商標であれば、別に問題ないんじゃないのっていうことですね。 でも団体とか通常の商標であればこれ、えー、通記述的な、えー、商標になりますから三条日光の適用を受けられるレベルでないといけませんよというところがありますで今回は問題文の中にもその点はちゃんと書いてくれていて、えー、全国的に周知となったまあつまり三条日光の要件を満たすよねということがあの言えますので えー、そういう意味でまあそ記述的だというところの問題は解消できるんですねじゃあ団体と通常とどちらでも変更して大丈夫なのかっていうことを考えたいんですけども問題文の中には誰が使うって書いてあります構成員はって書いてありますよねで、通常の商標で団体名義で取ったときには団体が使うことを要求されますから 使用意思の問題ですね三1柱も拒絶理由ですからそうするとこれは変更していく形態は団体商標への変更になります通常の商標への変更は間違いですねわかるわからないの問題ではなくて法律の試験なのでそこは使用意思がやっぱり問題になりますから通常の商標への変更は妥当ではありません ですので、団体商標への変更ということになります。ですから、まあ、答えとしては、まあ、出願変更、十一条第二項を書いていただいて、地団から団体に変更するということですね。で、そして、拒絶理由を解消して、まあ、出願日も確保できますよということを書いていただくと。で、出願人が同一であるということと、で、査定が確定する前であるということ。 であとまあその7条1項で、まあ、項は農業協同組合で構成に使用させるものであるので、まあ、収支の問題もないですね、まあ、その辺を書いていただいてであとその傷つなものなので本来313に該当するんだけどもただ全国周知なので3条2項の適用ができるので、まあ、そこもクリアできますよっていうようなところまで書いていただくのが今回の問題としては妥当かなと思います。いいですかね はい、えー、とそしたら次、設問さん、えー、ですが、えー、上記2により、公は商標 AOM リンゴについての地域団体商標の商標登録を受け、でその後、えー、当該商標は全国的に著名になった。 でそこでうは将来オツが AOM さんのリンゴを原料とする菓子について商標 AOM リンゴを使用した場合にこれを差し止めることができるようあらかじめ法的措置を取っておくことにした、まあ、あらかじめの法的措置ですねでこの時甲が取りうる法的措置をその要件とともに説明せようですね。うん でえー、とまず今の状態だと,、えー、と地団で取ってるのはリンゴそのものになります、うん、で歌詞、えー、に関してオツは使っているので昼いじの商品まではさすがに効力が及びません、うん、だけども他人には使わせたくない自分は使わないんだけども他人に使わせたくないときに取る措置ですね防護ですねですのでまず、えー、と挙げていただきたいのは防護ですね えー、防護を、えー、取るということですね防護表彰登録出願をするということを書いていただければと思います。で、まあ、その理由付けとしては、まあ、リクエストにかなうからということですよね防護で取れば67条の第1号に該当し差し止めがまあ可能になってくる。ということで、まあ、理由付けにそのリクエストですよね今回その差し止めることができるようになるんだということを書いていただくと。 じゃあ、防護取れますかということを今度は立証していかなければいけないのでまずは、えー、著名だとということですねあの問題文にありますけども著名だということであとは、近藤生ずる恐れがあることですが、まあ、今回、著名なので、まあ、近藤生ずる恐れがあると、まあ、考えるとか、まあ、そういう感じでいいと思いますね。であとは登録商標と同一の表彰でそして、えー、と登録商品にかかる指定商品と比類似の商,標商品で。 でえー、とあと、えー、主体としてはで、まあ、であるるがすすとということですね、まあ、そういった要件を漏れなく書いていただければいいんじゃないかなと思います。で、えー、と問題文を見るとですね1個、まあ、皆さんも最後までこれどうやって使うのかなって気になった問題文ってなかったですか今回、うん。問題2のところのここなんですよね。ここ のの使い方の話他人オツが AOM 検産ではあるが蒸気の品質管理基準を満たしていないりんごを原材料とするうんぬんで計画を進めてるってあるんですよね。うん でこれってなんか使う何使うんだろうなって、まあ、おそらく受験生の方は考えたんじゃないかなと思うんですよ。まあ、過去の,、ね、あの本誌を見ても基本的には使わない描写っていうのはそうないですからそ何かに使うはずだと。で、まあ、こっちの方で考えたんですけども特にね最後の問題ってこういう聞き方してるんですよね。取り得る措置なんですよ で通常取りうる措置っていった時は1個だけ上がるってことはあんまなくてやっぱり複数を想定してることの方が多いんですねもちろん100%ではないんですけどそういうことの方が多いそう,そう何をじゃあここ付け加えて、まあ、ここを使ってするかっていうことですけど、まあ、GI ですね GI 登録、うんまあ、それをすれば要はその品質基準を満たせていないものは全部差し止められますから、うん、でそういうところももしかしたら うん、考えたのかなとといいうふうふにはちょっと考えてますただ、まあ、そこはねあの積極的には聞いてないんじゃないかなと思うし受験者の方はほとんどの方書いてないんじゃないかなと思っているので、まあ、試験範囲の問題もありますから、まあ、ただね条約なんかでも直接は出せないと言いながら普通に堂々と出してきてますんで、うんまあ、今の試験はタブーがないんでね、まあ、あのちょっとそこも考慮、うん、そ,それぐらいしかちょっと使い道がないのかなというふうにさっきのところは思っています。 はい、では、えー、と問題1ですね問題1ですが不使用取り消し審判の問題ですねでこれ非常に面白い問題であのおととしのエマックスのような感じですよね両方の言い分を聞いてで、まあ、どっちが正しいと考えるのかという論述系の問題です。で多分いろんなこと書いてくると思うんですけど括弧とした答えはないですねこれ。 まあ書き方というか内容によってという感じの,あの評価になってくるんじゃないかなと思いますでまずまあ登録消費と使用消費の同一性に関してはもうあの皆さんも大丈夫だと思うんですが社会通念上同一と認められるものまで含みますよということでただ根拠処分これ変わってるのでそこだけ間違わないにしてくださいね50条1個括弧書きじゃないですから今これ38条4項にあの移動してますよね括弧書きが。 だからそこを間違えないようにっていうところが一つちょっとこちら側としては懸念なんですけども、まあ、それ以外は大,事大事したことないんですよね社会常連上同一の話なので,で多分問題2の方で、まあ、皆さんちょっと考える時間が必要だったのかなと思います。えっと、不使用取り消審判は登録商標をを使用ししてていいいるるとととうこ要求ただそれは商標的使用対応であるということを限定しているわけではないんですね。 だから条文上例えば26条のようにですね26条ってあの1項、ね、6号があるように、まあ、商標的使用対応じゃないとダメだよっていうことをもうあの明記しているような条文が、まあ、そういう要求しているものに関してはあるわけですけどもただ50条に関してはそこまで何も言ってないんですよね。 で言ってないんだけども実際商標っていうのはあの識別力をだんだんこう失うものってあるじゃないですか著名になった先って普通名称化するものっていっぱいあるんですよねセいろがなんかもそうですけどもだん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 こう著名になりすぎてみんなが普通名称なのか著名商標なのかこう分からなくなってどん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 こう識別力が失われてくるとでもその頃になるとそれを取り消す手段ってないんですよね不正使用なわけでもないしそれ自体は。 うん、でましては商標って識別力がないよってことは47条の除席期間かかっちゃうのでもう今や無効にもできないっていうことになるじゃないですか。だからそこでその取り消してしまう手段として実務ででは使取り消しを使うことが多いんですよ、うん、で実際それで取り,消す取り消しになってしまうこともあるんですね。で一方でちょっとここに書きますけども一方でですね 今の考え方で言うとその実務的な考え方で言うと要はその使ってる使ってないというところは識別力がある対応じゃないと使ってるとは言えないよということなんですよ。うん、だけども実際ですねポーラ事件聞いたことあるかな、まあ、そんな知らなくても普通なんですけどアイライト事件でヨーロピアン事件。 でこの3つのつ事件割とあの固まってるんですけど上は東京高裁平成3年2月ですねちょっと日まであれですけどでアイライトが自在高裁の、えっと、平成27年の11月26日これが、まあ、一番直近ではあるんですが、えっと、同じく自在高裁の 平成27年の9月30日この3つの事件では逆の結論が出ていていやそこまで要求してないよ普通に識別力が、ね、あの発揮できてる対応で使ってることまでを要求するものではないよっていうふうに言ってるんですよ。まあ、要は形式的にでも使ってさえいればいい,っていうふうに言ってる。 で、どっちがメジャーかって言うと、従来はやっぱ別に識別力があのね。やっぱり加担してないと、そもそも保護する実益ってないじゃないかと。保護対象っていうのは業務上の信用なわけだから、それがやっぱり残存してるか、維持維持に値するような業務上の信用が残存してるかっていう保護法益ですよね。そこの方も上手くまあ、重きに置くっていう考え方も強かったんですよね。で一方で。まあ。 残存しているためにその取引上必要な商標の表示のしを控える他人の不利益。うん、でそのまあ比較考慮でまあどっちを考えるのかということで結論を出していくんであのこれをどっちじゃないといけないということはないと思います。うん、ただそう今回ね五十条の趣旨に照らしてって書いてるでしょう。だからいずれにせよ趣旨に触れなければ点数はついてこないと思う。 結論がどっちじゃないといけないってことはないと思いますけど、ただそのちゃんと趣旨は書くっていうことは必要になってくるかなと思います。実際あの mx 出た時もそうだったんですけど、その結論がどっちかっていうよ。りもちゃんと47条のあの助成機関の趣旨を書けている答案がやっぱり合格答案なんですよね。あの年も。 うん、だからそこのところがあの、まあ、皆さんのところでどういうふうに反映されてるかなかレックの回答例は一応この,あのアイライトとかポーラとかヨーロピアンの方を支持する回答で出していると思うんですけどもあの十分に逆の方でも合格点になると思います。うん、どっちが強いかというのも言えるので、まあ、ただ最近のちょっと知財交際なので、まあ、レックの方はそちらの方を支持してあのこ回答をおそらく出してくるんじゃないかなと思います。 はい、ではあの以上で私の方から衣装商標の解説はあの終わります。 であの多分ね吉村先生から口実の話とかあったと思うんですけどもあの予備校の評価とあの実際本師の評価って結構違うんですよね。で私たちがやっぱり評価してもあのその通りには結構ならなくてあの本人たちももうだめだと思ってたのに蓋を開けてみると受かってるってことはいっぱいありますから口実の勉強はいずれにしてもやっぱりやるべきかなと思います。どんななに自分の手応えが良くなくても うん、でもそれでもやっぱり口との勉強はやるべきなんじゃないかなと思いますね。なのであの発表してからだとやっぱりもう実際間に合ってない人いっぱいいるので、うん、のでもうその後悔がないようにね時間を使ってください。はいではあの皆さんお疲れ様でした。じゃこんにちは。えっ、ー、とじゃあ総括ですよね。えっ、ー、と今年どうでした？難しかったですかね？ だから試験傾向大体もう決まっちゃったみたいな感じがしましたねいわゆる特実は通常の平和の通りいわゆる担当式試験の焼き直しっていう感じですかねで衣装はっていうとあの旧試験に近いですね我々受けた時と似ていますバクとした問題でどうまとめて書くのかなっていうところですねでそれにちょっと近いですねバクとした問題でで商標はこれは今年はこれしか出ないと思っていました第1問ですで50条のところしか出ないと思ってました でえー、とこれね、3年続けてた分当たってるはずなんですよ、商標については。で去年は三十二項だし、えーとそれ、その前の年はあのエマックスかなで、あれも出たんですね。で、今年はこれしか出ないと思っていて、あのー、まあ、いくつちょ,ちょっとしゃべりますね、簡単にね。で、まず、特許については、えっ、ー、と、これ使っていいのかな、特、え、許、ー、については、うんと、多分これ、宮口先生のほうからお話があったかと思います。で、うんとね、最近の試験問題を見ると、 典型的なのがですね、あの、連文なんですね、よく見るとね、これ、気づいていないでしょう、う独立問とするって一言も書いていないんですよ、で一応、連文になっておりましてね、で、かっこ1で、これ、あの補正聞いてるではないですか、本んなこの場合って、B って分割やればできる話でしょ、で、登録になったときに、登録査定になって、えー、分割をするんだよねって流れで書きたいんでしょ、本当は、連文ですよね、見たらね、本題はね。で別に なんだろう独立問モするって一言も書いていないではないですか本当はこれ連問ですよね見た瞬間にねでこれでまあ解けないとちょっとねっていう感じはしますねこれ見てね連問で誘導になっていますで衣装はこういう傾向強かったんですけど特許はずっと数年そうじゃなかったですね独立問モするって書いてあったんだけどどこにもこれないでしょかっ1え補正どうですかと A1 だったらいいんでしょ B はやってはいけませんとなりますよね <laughs> 要件検討してね で,でも分割だったらいけるんでしょやろうと思ったら、ね、でもしなかったら登録査定てになってしまって「さあどうなるんですか?」ってこれ聞いてきてるではないですか。レモンですよねね言ってみたら、ね、であと,うんとこのですねあとな多分2本目のやつも「モン近いかな」っていう感じは受けました見ていてだから特実は結論間違っちゃったらねちょっと厳しいんですね正直言うとね担当に近いので,でいかにちゃんと書いてるかっていうところでしょうね。 うん、でまずこれが総評では特実はそんなところでやりますのであのまあ担当式試験のところをちゃんと勉強しましょうねってことになるかな正直言うとねで担当論文的に勉強しましょうねってことになると思います、うん、それは多分できていないと合否ってこれは決まっちゃうのかなと思います逆に書いてしまったりとかねあるいはあのずっとやっていた独立論とするっていう前提で多分解いちゃってんのかなっていう感じがするんですよねでうまくいかないとなでやっぱり止まってば見るわいいとね見る時ね どうですかという感じであのー、やっぱりね正直言うと予備校と本試験の問題ってやっぱ全然違うんですよ正直言うとで試験員の先生とかもよく言っています違うと言ってるんで多分違うと思いますそれはうん多分うまく作ってますよねさすがに本試験だなっていう感じは受けますそこはねで一番顕著なのが衣装でしょうこれは全く予備校では作れません正直言うとだってこれ答えがあるようでないような問題でしょ正直言うとね でこれ、旧試験にそっくりですよ。我々が受けているときの旧試験と似ています。まあ、宮口先生とか、これご存知だと思いますけどね。えっと、その旧試験のところとそっくりでありまして、えっと、書こうと思ったらたくさん書けるんだよね。で、例えば2問目ですよね。ちょっと書いたんですけど、これ、問いに行って50点ではないですか。で、点数に従ってこれ書いていかないと、まずダメですよね。50点ですから、1000文字以上書いてもこれ、絶対ダメですね。 で上のこっちの50点も50点なんで当然1,000文字で書かないとダメだっていう前提になりますよねまずこれ形式のお約束ですであとこれ細かく言うと、えっと、これ多分関連ととと新規置の例外とあと秘密遺書でしょ。でこれ2年で書いてあるんで実際上同時に関連あ,あと秘密請求ってやりますかね新規性送出今1年できるじゃないですか実務上はあの大体衣装って登録まで1年かかるんですよ で秘密ってことは守られるんだよね実際上で登録者で下りが書いてあこれやばそうだって言った時に秘密請求でやっちゃえばこれ本当は担保できちゃうんだけどね実際はね、まあ、そこまで書く必要性ないと思うけど実ムではないからね、まあ、これいいとしてあとですね問い2ですかこれ一番難しいのがね産業財産権を保護する法律として特許及び商標法とは別に異償が存在することの意義を 書いててあってこれはずっと多分書いてしまったのかなっていう感じはするんですね。どこにありますかと。でもこれよく見るとこれ旧試験の独特なところでありまして述べた上って書いてあるんですねこれ述べるんですよで一番ウエートが高いのはどこですかというと説明せよって書いてあるんですね述べると説明これ全く違うんですよ述べるは軽く説明しなさいって意味ですで説明はちゃんと説明しなさいって言ってるんで本当の s v o と言ってるのはこれ変更について説明したなんです実際上は。 その前提として、なんでこういう法律があるのか書いてくれません。かって多分言ってるんですね。うん、で、以上は創作法としては特許と近しいではないですか。でも違いますよね。産業の発達の関係のす素しが違ってるんでって多分書くんでしょうね。だから要件も違っていて、ただし変あの創作という観点では同質なんで変更できるんだよねって書いていきますね。 でこれに対して産業財産権では創作法と協議法に分かれているのね協議法の一番の親玉、まあ、に当たるのが商標でありますんで対象が全く違うんですよだから要件なんか違うに決まっているんだよねでそれともマックをちょっとまとめることができるかどうかですね最初のところでね食っちゃうことですで多分これ一個一個書いていったんじゃないですかねでそういっちゃうと多分このところだけでずっといくんですよで最後の もう説明してくれませんかってところが薄くなっちゃうんでしょうね。本当は。本当はここが SVO です。上が副詞です。文法的に言うとね。本当はそこ間違えちゃいけないんだけど、ただまあ、ものによってなんで、まあ、ウエイトとしては1対1ぐらいでいいのかなっていう感じはしますけどね。うん。でも、形式上で言うとそうなります。教師ってそう書いたんで。だからいかに上をこれまとめるかっていう作業が極めて重要です。でこういうのってよりことはでもやらないのね。 一般的にはさすがに本試験だなと思いましたここはで特にこれ産業財産権を保護する法律としてってわざわざ書いてあるではないですかだからオウム返しでね産業財産権法では創作法と協業法に分かれるんだってまず書きますよ書くんなで、創作法としては共通のものとして特許と遺書ってあるんでしょでも法目的の達成のやり方は違うんだよねだから要件で違うんですよでも創作で共通だから変更ってできるんでしょ でも、商標違いますよね。全然。だから、変更もできませんって書くんですよ。書くんならね。で、これはまあ、なんでしょう。旧社はそうやって書いていました。書くときは。で、これ1000文字で書くんですね。当然。で、こういう勉強しなかったら、多分受からないですよ。あの、相対評価だから受かるでしょうけど、絶対評価だったら受からないと思います。僕はね。まあ、きつく言うとそういうふうになります。厳しく言うとね。あと、商標ですけど、えー、っと、これね。 でこれはあの商標をやってる先生だったら、これ当然の話なんですね。当然これが出るねって嫌じゃなです。で、今年もえっも、と、直前の道場でやってましたけど、これは私は出しました。出ると。今年はこれであると。50条であると。まあ、今50条じゃないですね。38条の4項、TPP の関係で言っちゃってますけどね。そこになるよと言っておりました。ここはね。で、あの、こうね。 登録商標と商標の同一性についてって書いてあるんだけど、社会通年上同一でいいんでしょこれ、理由二つありますよね。一つは実際上商標って、あの、買い手使っちゃうってことは結構ありますんで、本当の同一性って担保できないんですね。これは一つ。あと、八年改正によって抜本的に変わりましたって多分書いてあります。それは連合商標制度がなくなったからなんですね。で、本当はそこまで書ければいいんでしょうけど、知らないでしょうね。 あの昔は登録商標といったら色違いか掃除系しかダメなんです登録商標ってそれを使用しないと不使用取り消しって言われちゃうと不使用取り消しになっちゃうんですねでも連合関係に立っているものを使っているんだったら不使用取り消し審判にはなりませんとなっていたんです書いてあったのねでもそれは実際上使ってない商標をたくさん出しちゃうことになるんで不使用商標は温床になると言ってやめてしまったんです連合商標って、まあ、それは聞いたことありますかね でそれをやめてしまったらどうなるかというと結果的にじゃあ商標って社会秩序をいろいろ使ってくるじゃないですかじゃあ登録商標を使ってませんって話になると不使用になっちゃいますんでトマかがまたまた同じように出し,出し始めるんですよたくさんたくさんどれか出していれば絶対ヒットしますからでほんまに潰したとしちゃって周りで囲っている以上は取れませんから誰もで不使用商標の温床になっちゃうんだよねだからこういう規定になったんだってことになってるんです実際は2つあるんです 電話本はそこは多分写真をされています。8年改正によってって書いてるだけなんで、本当はそういう意味です、そこは。で書けるようになれば、相当取れるのかなっていう感じはするけど、まあね、あの昔の話なんで、それは書かなくてもよいのかなと思います。あとですね、こちら。これはハンデですね。でこれは出るよと今年言っていたやつでありまして、あの根拠はハンデで分かれてるのってこれしかないんですよ、今は。これは絶対出ると思っていました。でえー、っとね あの業界はどっちが通説ですかというと正直言いますよ業界で言うならばあの商標的使用ではないというのが通説ですそれはどっちかというとそっちが通説ですで我々、ねあのー、なんだろう合格した後に収集って受けるではないですかそこで、えー、と今峯先生やってるのかな峯先生とかあのあの説明する先生やってるわけですよで当然商標的使用ではないって説明してますからね50条のところをね 私その時初めてねこれ知ったんですよあそうかなと思ってうんで判例調べましたねずっと前ですよだから10年ぐらい前ですかねもうね,ね調べましてで2つ立場があるってこと知ったんですねそこでねであのなんでじゃあ,あの登録商標の使用って商標的使用じゃないっていうのが一般的なんでしょうねでそこでこう言ってましたよもともとねあの商標的使用っていう概念は どこで生じたんですかというと、侵害に対する抗弁であるって言っました。商標的使用対応じゃなかったら、侵害にならないでしょで。明確化するために条文作りましたよね。26条1項6号ですよね。だから、侵害についての抗弁になるです。商標的使用対応っていうのは、本当は。で、そういう概念なんですよ。で、説が割れてるんだよね。で、そっちが通説です。正直に言うと。業界では。で、判例は2つあります。 で同じような鍵押しになってるんでどっちがいいとは言わないけどで,は一般的でそっちが今因果で,、ね、で,では言ってもよくまあ喋ってる話だけど大体それはまあ通説であっていろんなまあ考え方があるんでどっちを変えたら落ちてどっちを変えたら受かるってことはないと思いますだけどどっちかというと商標的使用じゃなくて向かるんですよっていう方がまあ理説としてはいいのかなっていう感じはしますねどっちかというとここはねでもしですよあの 商標的使用をしようとしない立場で書くんであるならばこれは決まってますよね商標的使用でなければ業務上信用がマークに偏担しないって書くしかないんですよ書くんであるならばそう書ければよいと思いますうんあとこっちこっちは五十じゃそこ、まあ、今50じゃないね38条4項は言っていないとかであるいは商標的使用っていうのはそもそも商標権侵害の抗演として出てきた考え方なんだって話になっていますだからね 現状はそれが26条1項6号に規定されたんでしょ明記されましたって今なっていますよね26年改正でしたかねそううこで,でそういう流れなんですこれは多分出るよと言っていたものでありまして、まあ、そのまま出ちゃったんですねこれがねで来年は多分損害賠償だと思ってます多分変わりますんで概念が損害の賠償の,あの,かあのやり方が変わるんでどうなるのかなってところは多分出るかなと私特許もそう思っていたんですけどね 121項で控除された額が123項でも請求できるかっていうのが出ると思ったんですよ。来年変わるでしょ、うん、出るかなと思っていたのね。あと消費はまた違いますよね考え方がね。今もう TPP の関係で入ってるものもあるでしょ少なくてもあのがん料相当分とか登録料相当分ってあの払わなきゃり払うことができますねってなっておりますんで市長の答弁ってどのくらいこれは効くのかなっていうのはこれは争点でしょうね。うん であはそれかなという感じはするんですけど、今年はこれだと思っていました。50条関係で、まあたまたま当たったという感じですよね。でこれ一応40点なんで、40点分は40点分でやっぱしかかないとね。これ当たったと思ってずっと書いちゃうとやっぱ失敗します。そこはね。うん。だからどういう勉強が必要ですかと言ったら、根本的に多分勉強ですよね。あのしよとか多分根本的な勉強をせよと言っているはずなんです。これ問題見てみると。 対話ってそういうい感じですよねあの受験もそうだけどあの試験問題ってこれ対話が必要なんでねこの問題文から何を言えるかっていうと特許者はどういう人物にな試験合格してもらえないかってこれによってわかるんだよね。でやっぱし形式に答えパッパッパッって言えるのはこれは当たり前なのです当然単独で見てるんですよこんなものは。で論文で何を見るんですかって言ったら本当は思考力見てるんでしょ文章のまとめ能力とかどうやってあの2センチでまとめるかって見てるわけですよ。 で衣装なんかまさにそうですよねどうやってこれまとめてくるのかって多分見てる話なんですよやっぱちょっと違うんだよねでこれね指コで出せますかというと極めて厳しいはっきり言ってだってなかなか回答書けないもん正直言うとこ,の,もこの,のこっち書けますよあの商品のこっちこれは書けと言われたら書けますだから直前答練出ていたんじゃないのかなこれはレックの受けていればねそのままだったと思いますよ直前答練は当たっていたと思いますよ今年の でもしあたものやってるんだったらこれは解けたはずですで。あとファイナルチェックにも多分入れたはずなんだよね。書いてあったと思いますよ。裏面に。今日紙に配ってるでしょ。出るよと。おそらくね。で見てればよかったのになと思っても遅いですよね。<laughs> そこはね。まあ相対評価だからみんなできなかったら多分できないと思います。そこはねだから、あのー できてもできなくっても次の勉強すぐ下級的速やかにやってくださいで最終的にこれ相対評価で今年多分相当の方が受けてるんでしょ多分受けてるんじゃないですかね去年以上でしょうねで25%は多分受かる試験なので300超えて受かるんじゃないですか合格者がねなると分かんないじゃない受かってるかもしれないですよねで勝手に線引きはしないでね自分で無駄になっちゃいますよあの 慌てて高一の勉強をしましょうねってやっちゃうと失敗しますので高一に戻しませんという試験ではないからね全くまれにして落ちますから今でもねだから早く勉強した方が良いですよだから今日はいいとしてね明日から通常通り勉強してください、うん、じゃないとダメだしもしダメだったら根本的で勉強した方が良いですよあの特に論文衣装とか商標はこういう傾向強いですこれからも多分こういう傾向でしょ多分特許だけでしょ あの答え書いてちょこっと書いて当たるっていうのはそういうふうな問題の形式に変わってきてるんで旧試験にそっくりです昔りでですすす昔通ななんんとかそそ感じがします、まあ、それが総評になりますんであの、まあ、ともかく早く勉強しましょうじゃないとあの一歩二歩遅れちゃいますよってことになるからね、まあ、そうしていただきたいと思っておりますではねあの今度会う時はもうこういうとこじゃなくって宿題でってことになりたいですねレックしっかりねあとはもう会話でもいいんですけど 地下界で会いたいですねと思っていますじゃあお疲れ様でした